ちゃこんにちはって言ったら怒られるんだよ。え、こうスタッフに、今日はしんみり入ると。あ、そうです、YouTube 界のE テレを目指していますのでね。そうそうそう、大好評。もう一回いきますか。こんにちは。こんにちは。皆様ね、午後の夕方のひととき、どのようにお過ごしでしょうか。今回はですね、高木豊氏をお招きして、はい、講座第2回の、第2回かな。そうですね、はい、1回目はですね、アジア、グローバル化ということで、ね、プロ野球ね、こういうふうにしていったら未来は楽しくなるよというお話を、このホワイトボードを使って高木医師にしていただきましたけれども、はい、今日はその第2弾ということで、うん、まあ、メジャーリーグで、まあ、このコロナの影響の中、ダブルヘッダー、そうだね、はい、何試合か行われまして、もうワクチン打ってるからさ、そうですね、そんな影響はないと思うんだけど、うん、はい、まあ、昨年ね、はい、ちょっと実施したのが7イニング制、はい、今年はどうするのかなと思ったら、はい、まあ、選手の負担だとか、うん、いろんなことを考えてダブルヘッダーに限り7イニング制を用いたという、はい、そうですね、まあ、昨年はね、うん、コロナの影響もあり、密も避ける、はい、長時間球場に留めることは良くないということで、まあ、7イニングしたりだとか、まあ、そういう感染の危険度が高くなるじゃない、時間が 長くなればなるほどね、はい、まあ、そういうことで7イニング、うん、で選手の負担も考えた、軽くするというね、はい、まあ、実際にね、ダルビッシュ投手もその7イニング制というかダブルヘッダーで投げまして、ね、4回でっていう、いろいろまあファンね、うん、言われてましたけれどもね、うん、はい、なんて言われた、いや、記者が踏ん張れなかったって書いたんですよ。7イニング制で、うん、まあ、4回で降りたじゃないですか、うん、で次の打席の時にそのチャンス、うん、1点ビハインドだったんでチャンスのところでそこで代打を送られたから、うんうんうん、なのに記者の書き方としてはこう踏ん張れず4回で降板みたいな、いや、7イニングだったら4イニングで勝ち投手でいいじゃん。そうなんですよ、それはダルビッシュ投手も言ってたんですけれども、いい、それで、まあ、ちょっと話題にもなったんですけれども、そんなナンセンスだね。そうです、うん、でもナンセンスなルールってあるありますか。まあ、俺はね、はい、考えてる。まあ、たださ、はい、メジャーってさ、すごく柔軟なのは、はい、独立リーグで、はい、こういろんなことを試してんだよね。そうですね。まず、はい、まあ、ちょっと書くけど、はい、現行とかじゃなくてね、はい、まだね、はい、これは本当に独立リーグでやってること、はい、試す、ここは、まあ、ちょっとマウンドがあるじゃない、はい、まあ、これはプレートね、うんうん、で、これはホーム、ホームに向かって、うん、まあ、ここはベース板だとするじゃん、はい、これを、うん、これ 18.44 あるんだよ、はい、距離が、うんうんうん、ね、これを30センチ下げる、30センチ下げる、下げて実施してるんだよ。下げるとどういうことか、30センチ出したらもう21メートル50秒、ね、21メートルぐらいになるよね、はい、で、こうホームになる。なんで30センチ後ろにするルール？いや、もうね、球速すぎるらしい。打てないらしい。もう危ないと。確かに球速は年々上がっていってますね。だって5年後ぐらいには170キロになるんじゃないか。本当ですか？いや、言われてるの。これ170キロで現行の今のプレートだとバッターとしてはどうですか？もう、もう一人行くぞ。はい、はい。ここから投げてるみたいなもんだ。すぐ来ました。いや、もうね、はい、こう視覚の中でもう反応効かないよ。あ、そうなんですか。ああ、確かにって言われてるの。5年後にはこうなるんじゃないかって、うんうん、まあ、確かにもう170投げてるやついるからね。あ、実際に、実際に。だから30センチ投げて、はい、こう試してる、うん、これまたピッチャー大変だぞ。お前、30センチってどうなんですか。これと、まあ、多分だけど、はい、150キロ投げるとしたら、うん、145から140キロ台に見えると。おお、そのぐらいはやっぱりちょっと変わってくる。あ、じゃあバッター有利なんですか。バッター有利だな。ただ、はい、変化は大きくなるよね。長ければ長いほど、はい、だから大きな変化っていうのがすごく多投されるようになる。じゃあ変化球をこう、ね、使うピッチャーたちにとってその変化球 その種類っていうのは、いや、だからカットボールがもう完全にスライダーになっちゃうよね。カットボールがなくなっちゃうってことですか。だって長いからカットにならないから。あ、そう。
ただ、ここに四隅に投げなきゃいけない、ここに投げなきゃいけないコントロールが、もう本当に大変になってくるよね。そうですよね。だからストライクゾーンもちょっと広げるんじゃないかなと思って。じゃないとピッチャーやってらんない、もうピッチャーやんないっていうやつがたくさんいると思う。逆にね、もうバッターでいくわとか、バッター有利な感じですよね、そうそう、これを見ると。ほんで、はい、もう一つ試してるのが、はい、面白いのが、うん、バカなこと考えるなと思うのがさ、はい、これ一回消しますか、バカなこと考えるなと思うのが、はい、まあこれ打席があるじゃん、あ、はいはい、ね、うん、一塁への、うん、まあこうやって一塁があるよね、はい、これ一塁ね、うん、ここへの盗塁ちょっと考えられるか、いや二塁三塁の盗塁っていうのは当たり前ですよ、一塁の盗塁っていうのは何ですか、これが、まあ、投げてくるよね、こっちからピッチャー投げます、うん、キャッチャーがいるよね、はい、ね、うん、こうキャッチャーがいる、はい、これがボールをこう弾くじゃない、あ、まあ言えば一塁にいたらワイルドピッチで次の塁を取るっていう、はい、打席にいるバッター、はい、ね、うん、これ弾いたの見て、うん、いけると思ったら一塁に走って、はあ、セーフになったら盗塁が記録される、盗塁になるんですか、盗塁になる、ヒットも何も打ってないのに盗塁なんですか、だからそうよ、これ振り逃げとはまた違うんですか、振り逃げとは違う、あれ振り逃げはこうやって構えてて、はいはいはい、でキャッチャーがおおみたいなえ、でじゃあ例えば一塁で、うん、ちょっとクロスプレーとかになったりもあるじゃないですか、そういう場合はタッチはどうなるんですか、タッチは関係ない、あ、関係ないのかな、だからフォースプレーだから、あ、これ一塁はフォースプレーだから、はい、ただボールがこっちにそれて、はい、こうタッチしてもタッチアウト、あ、なるほど、うん、タッチアウト、だから駆け抜け OK っていうこと、一塁は、いや、だからうかうかしてらんないですよ、ね、うかうかしてらんない、キャッチャーなんて盗塁されるわ、もしかしたらここね、2、3塁か戻って、いやでももうどこにキャッチャー投げていいかわからなくなる、ただ、はい、おそらくね、まあ、内野ゴロを打ったバッターが、はい、内野ゴロを打ったバッターが、ね、こう一塁で、うん、ボートに投げるとするじゃん、はいはいはい、ボールが、はい、ボールがボートになるとするじゃん、うん、で行きかけて、はい、そしたらこれをタッチしたらアウトなんだよ、ランナー、今の現行では、はい、そうですよね、そうでしょ、はい、そうでしょ、うん、行く姿を 見せたらタッチされたらアウトなんだ、うん、でもそのまま冒頭でも行かないよみたいな感じだったらタッチされてもセーフなんだ、ね、そのまま一塁に行けるんだよ、そうですよね、だけどこれどうするんだっていう、こうポーンと弾いて、うん、バッターボックスちょっと出たかそれはついてああみたいな、一歩でも出てタッチされたらアウトだ、アウトですよ、多分どうするんですか、だからここで頑張るしかない、うわーってうわーみたいなが出てくる、そうそうそう、行きたくないと俺はみたいな、だからやじってこういうのも試してんだよ、面白いですね、面白いこと考えるだろ、発想が面白い、発想面白いよな、はい、ただこれは今のところ、うん、その前に言った30センチの下げるのは実用化になる可能性もあるけども、はい、これは現状、うん、ま、見てるらしいよ、まだ、まあ、そりゃそうでしょうね、これは大変だぞお前、これ一塁盗塁はなかなかね、結構あの選手からも賛否両論あるかもしれないですよね、いやただね、はい、俺は、うん、アメリカが柔軟なのは、はい、こういう発想をどん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 取り入れてきてるじゃない、はい、で俺が考えた、はい、あ、言うてます、これ現行、はい、まあ、今あるいわゆるプロ野球のルール、うん、これ9イニング、はい、これはな、じゃあ豊かずルールにしましょう、豊かルールね、はい、これは7イニング、お、9イニングと7イニング、うん、7イニング、常にもう7イニング制にするってことですか、うん、で8回から、はい、タイブレイク、引き分けなし、もう決着つくまでいくってことですか、うん、おお、無視に、うん、無視ノーアウト二塁から、うん、はい、ほう、からいく、はい、これはまずどうして7イニング、これは今のところ3時間だ、うんうん、時間的に、うん、でこれだと、はい、ね、
ここだと2時間で終わる。わ、1時間短縮ですね。という、まあ、短縮というよりスピーディーってことですね。2時間だとサッカーの試合と一緒。おだ、例えば6時から始まっても8時に終わる、終わると大体。ということは地上波が発生する。地上波が発生する、テレビの。はい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 。今3時間以上かかる。3時間かかったら収まりきれない、はい、もう今延長なんかやったらドラマ撮ってるやつなんか大変になるよ、怒っちゃうからそれ問題ありますよね。あるだろう。なんだろう、時間通り出ねえじゃねえか。いや、野球が延長した。そうです。バカ野郎、ドラマの方がお前視聴率高いだろみたいな。編成も大変になっちゃうから。編成のことも考えてないですね、今日から。なるほど。だから2時間で終わったらいいだろ。で、引き分けなし、はい、これは9イニング、今、打ち止めじゃない。はい、今はそうですね、コロナ禍ということで。いや、はい、そしたら3時間以上で9イニングで引き分け見せられたらさ、ストレスだろ。ストレスか。これ、ストレスしかない。ストレス。まあでも、そう思ってらっしゃるファンも。いや、俺はそう思うよ。9イニングって決めてるんだったら、決着つけてよって。確かに、今年引き分け多いですもんね。お前6カードでお前4カード引き分けた試合があるんだ。ありましたね。お前球場の帰りに何しに来たのかなって思わない？何を見に来たの？そうだろ、金払って見てるんだ。勝敗決着をつけてほしいと。これは8回、はいね、ここでつかなかったら無視二塁から、つかなかったら9回もある。9回もある。もう決着は必ずつける。とにかく白黒つけると。だいたいノーアウト二塁から行けば、うん、大概もう入りますよね、あと数イニングで、うん、まず大まかに分けて、うん、俺が考えてるのはこのぐらいなんだ。はい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 。まずイニングのこのルールで現行、はい、こっちは9人しか出ない、はい、9人、まあ、もちろんそうですね。こっち18人出ちゃう。ちょっと待ってください、18人出ちゃうということ、うん、これどうやって。これは9人はもうレギュラーが決まってんだよ、はい、もちろんもちろん。こっちはレギュラー18人いるから。なんでこれができるんですか、18人。いいか、はい、18人は、うんうん、オフェンスと、はい、え、攻めと守りですか。お、変えちゃうから。ん？だからここはオフェンス、はい、このもの全部、うん、DH あ、打つのみ。これは守備だけ、守るのみ。あ、でピッチャーとキャッチャーは。ピッチャーはもうディフェンスに入る。キャッチャーもディフェンスに入るんですか。でオフェンスはもう打てる選手だけ並べるって。例えば、うん、そのキャッチャー、打てるキャッチャーとかになるとどうすればいいんですか。ここだからオフェンスとディフェンスを加味していいのは3人だけ、うん、3人というよりだから、まあ、例えばさ、菊池がさ、はい、首位打者取ってる、はい、今はね、首位打者、うん、コロナになっちゃったけど、はい、で守備もうん、そしたら両方兼ね備える選手の一人として枠を使える。枠を使える。あ、でオフェンスの選手、はい、ね、これ全部 DH だから、まあ、9人こうやって並ぶじゃない、はい、3人まで、うん、ダイソーが使える。なる、そう、ダイソー使っても別に自分は次の何回も使える、出ていいんですよね。ただこの4番、1、2、3、4番、はい、4番のやつに専門のこいつっていうのを決めとかなきゃ、うん、セットにして決めなきゃいけないってことですか。そうそう。おー、だから3人まで、はい、だからさ、まあ、例えばね、うん、まあ福留、うん、ね、まだ足も使えるよ、はい、だけどまあベテラン、まあ、例えば青木、はい、ベテラン、うん、そうなったら、あ、じゃあどこに誰を代走に送っとく、置いとくって、うん、ピンチランナー、はい、それはその人が出たら必ず使える。なんか逆にその人が出なかったらそのダイソーは出られないんですか。出られない。だから出てよって思いますよね。出てよって。そうだよ、まあ、そうですよね。そうなってくると18人プラス、はい、3人プラス3人、あ、21人。ピッチャーはこれそうすると変えるとか。ピッチャーはディフェンスの時にポン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 変えてもいい。いいんですか、勝利投手の今権利って。関係ない、勝利でチームが勝ちゃう。勝利投手、いや、だから9イニング、あの7回制だったら4回投げたら勝利。勝利投手の権利を持って4回投げたら、うん、投げれば勝利、うん、勝ち。はいはい。
なるほど。こういうことを俺考えてんだよ。ゲーム上ではありそうでしたけど、うん、いやあのね、はい、やっぱ少年野球やるとさ、はい、やっぱ俺打つの好きだけど守るの嫌なんだって、うんうん、なんかドキドキしちゃってみたいな、はい、エラーしたら言われるしみたいな、うん、そうじゃなくてスペシャリストをこう並べていく、うん、作っていく、はい、いやお前ディフェンスの方がうまいかなみたいな、うん、いやでもお前両方うまい全部うまいなって言ったら、うん、この3人の中に入る、うんうん、ということはこの3人の中のこの3人の中はこう年俸が高い。あ、まあそうですよね、うん、でディフェンス守りだけ、はい、オフェンスまた D ダイソーまで使っちゃうよっていうのはちょっと給料下がるけど若干下がりますよね。若干下がるけど打つか打たないかじゃ。そうですよね。こうやってやっていくと、うん、もっと試合展開が早くなる。そうですよね。だってミスしないからディフェンスは。ということはあんまり監督もそんなに采配とかこう考えなくてもよくなるんですか。いやこれは采配がいるんだ。いるんですか。いるいる。だってさ、うん、誰にダイソーを使うかっていうこともそうだし、あそうか7イニングだから、うんうん、って思うし、はい、でタイブレイクありますよ ね、 うん、ねこれは大変だよ監督は。逆にじゃあ監督の手腕が問われるようなルール、うん、豊かルールになるってことですね。そうそう、こっちは何もないんだいや、今ないや、今反抗したよこれ先発ピッチャーは6回投げたら合格点、うんね、はい、合格だよ、うん、合格合格はい合格、うん、ね789、うん、これはもうなんていうの抑え決められてるんだよ。これもう決まってるわけだから、ね、誰が投げるか、うん、こんなんじゃつまんないよ。誰が投げてくるか分かんないもんこっちは。あ、予測不可能っていうことですね。本当に、まあ、先発はこれいかんなって一回りピシッと抑えた、うん、ね、あと全部つなげるみたいな4イニングつなげるそうですね。だからこれだと意外と選手もいらないんだよ。そんなに抱えることもない。はい、選手がじゃああれですか、何行き先がなくなっちゃう選手ももちろん出てくるってことですね。そんなやつは取らない。取らない。じゃあ、いやいや、だからもちろんもちろん、はい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 、だからこういう風な感じの野球も面白いんじゃないかって俺は考えてる、うんうん、まあ一つの例としてってことですね。例じゃないもん、絶対実現させたいなと思ってるから堀江さんに言ってる。いや堀江さんに言いたいぐらいだよ。まあ、実験じゃないですけど、うん、やってみたらどういう面白さが。だってこれは早いよお前、うん、だって打つ準備はもう常に整ってるわけだから、こっちはオフェンスは。そうですよね。だからもうよし終わったみたいな、スッと帰ってきたらもうすぐ攻撃だよ。もう早い。いやいや向こうだってディフェンスがこうやってもうピッチング練習してるわけだから、マウンド上がってだらだら5球なんか投げてる場合じゃない。そう、もうポン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 行くってことですよね。もうおしっこ行く暇もないぐらいの展開になる。それはスピーディーで見てる方もハラハラしますよ、ね、お前これお前ダルビッシュが来てみ、うん、4イニング、はい、完璧に抑えるから打てないから打てないけどこれがあるから面白い。タイブレイクのね。そうそうそう、なるほど。これねぜひちょっと考えて、ね、いや考えてみてよ考えてみようね。いやこういうもし新しいのができるんだったら、はい、こういうことも、うん、一つのね、そういう試合っていうのもある。はい、これは堀江さんに頼む。いや堀江さんはやんないと思うこれは誰がここまで言っても分かんないと思う。誰がでも賛同してくれるやつがいないのも逆に。いやでもこれをね、うん、俺は未来の野球にしたいなと思う考えてる。まあきなんて言うんでしょう、未来型やっぱね、少年野球やってて9人しか出れない、はい、そうなってくるとやっぱねやる人もいなくなるよ。でも俺はディフェンスの、うん、ね、スペシャリストで、いやサードやってんだショートやってんだって、はい、君はどこ守ってんの、いや僕はディフェンスチームですって、うんうん、何番打ってんの、3番打ってますみたいな、うん、ボーっと出てくる。だディフェンスの神とかね、 DH のキングとか、そうだ、ね、異名がそう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 、ね、できたりとか、また面白い、うん、これはスピーディーな野球になるから、だからいつかね、うん、いつか豊さんが一回やってほしいなと思って、試合をこういう形 で、ね、で監督豊さんがこの時にちょっと、まあ、俺しか采配震えないと思う、俺の構想だからそうですねどうしたらいいか分かんないよ、え誰に対するみたいな。そうですよね。ただやってみて も面白いんじゃないかと。やってみてよ、ぜひお願いします、ね、はい、まあいろいろ批判のコメントはたくさん来ると思うんですけれどもね、今度米返ししてやるお豊さんがおどういう意味で書いたんだみたいな、うん、
詳しくちょっと説明しろと、ね、説明しろみたいな、まあ、最近は、はい、あのネットのツールで、はい、ね、誰がどっから送ってきてるっていうのが分かってるかな。そうですね、訪問してみたいよ。おいおい、どういう意味だこれはって、1対1でね、ゆっくり話し合ってね、ゆっくり話してみたい。そうですね、うん、まあ、大好評の豊さんの、はい、高木豊講座、はい、お送りしました。